輪島市の仮設住宅ではボランティアが一軒一軒訪問し熱中症に注意するよう呼びかけました。どうも、はじめまして。青年海外協力協会ジョカでは輪島市から依頼を受け被災者の社会的孤立を防ごうと市内の仮設住宅の巡回を行っています。今日は輪島市門前町の仮設住宅を職員が一軒一軒訪ね、普段の生活の様子や体調の変化、困りごとなどをヒアリングした上で熱中症への注意を呼びかけました。午後でもまだすごい暑いんじゃないですか。暑い特に汗かきが余計夏は辛い暑さの影響はこんなところにも。これで基本的にアプリを使ってご入居者の方の健康状態だったりとか生活状況を把握してるんですけど、暑くて打ち込めなくなってきて入居者から聞き取った情報を入力するタブレット端末も暑さで操作不能に。そんな中でも熱中症や孤立を防ぐ取り組みを進めています。特に高齢で独居の方が何人かいらっしゃいますので、昨日今日みたいにですね、こういう暑い状況で、健康がすごく心配だなと思います。ジョカでは今後も仮設住宅に一人で暮らす高齢者などを中心に継続的な巡回を行い、熱中症や孤立による体調の変化を防ぎたいとしています。